線バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅年末4時間 SP 冬の東北決戦。バス旅プロ田川8勝 VS 鬼軍曹村井9勝で迎えた年末決戦、舞台は宮城岩手グルメルート。トロウマ仙台押し寿司漁港の激安魚定食、極上フカヒレ麺、ほか感動の名勝負。バス旅のプロの田川陽介8勝 VS 鬼軍曹の村井美樹9勝で迎えた大一番、ともに絶対に負けられない戦いを今回も4時間スペシャルでお届けいたします。今回は東北冬の絶品グルメルート決戦、宮城石巻岩手盛岡へ年末4時間 SP、 道中には生マグロやカキといった新鮮な海の幸に加え、仙台牛やジンギスカンなど山の幸も堪能できる年末特番にふさわしい4つのチェックポイントを設置。東北ならではの3回を駆け抜けるスケール感がある県境越えルートながら、バスも鉄道も本数が少なく、一歩間違えば大打撃。果たして勝って気持ちよく新年を迎えるのはバスか鉄道か。田川率いるバスチームは紅白出場歌手尾田良平と鈴木蘭蘭が新鮮、対する村井の鉄道チームには女優水の巻林や三平がガチ旅に新鮮。東北の厳しい寒さに耐えながら前へ突き進みます。バスチームが勝ってタイに持ち込むか、鉄道チームが3連勝で突き放すか。ハラハラドキドキ、最後まで勝負の行方がわからない年末決戦4時間スペシャル、どうぞお楽しみに。バスチーム田川陽介、鈴木蘭蘭、小田井良平、鉄道チーム村井美樹、水の巻、林屋三平、